バレリー・ムハメド・ビチココフは、ソビエト連邦及び、ロシアの農業専門家、共産党官僚、政治家。1992年から2005年まで、カバルダ・バルカル共和国大統領。経済学博士。カバルディのバルカル自治共和国、エルブルスキー・チクティルニャウズ出身。父・ムハメド・カムボト・ビチココフは、第二次世界大戦に従軍を、 ソ連共産党党官僚となり、地区党第一初期を務める。しかし早くに汚職により逮捕され、晩年に名誉回復されるまで長きに渡り党を追放された。1964年カバルダ・バルカル国立大学経済学部を卒業する。同年集団農場に勤務し主任。1966年ソ連共産党に入党する。 1970年農業大学を修了。同年から1972年まで、カワルティノ・バルカル自治共和国農業省、上級エコノミスト、労働賃金部長。1972年国営農場支配人を歴任し、1978年には、ロストフ高級等学校を卒業した。1974年から1983年まで、ウルバンスキー地区等。 1> 第1初期。1975年からカバルディヌ・バルカル自治、共和国最高会議大議員にも選出される。1983年カバルディヌ・バルカル自治、共和国国家製造、農業技術支援委員会議長。1985年カバルディヌ・バルカル共産党農業委員会初期。1988年、第2初期を経て、 1990年2月21日から9月1日、第一初期。同年、ロシア共和国人民代議員、最高会議代議員に選出される。また、3月30日には、カバルギのバルカル最高会議議長に就任した。ソ連人民代議員では、主権と平等会派に、ロシア共和国最高会議では、憲法委員会にそれぞれ所属した。 1990年7月にはソ連共産党中央委員に選出された。1991年1月31日、自治共和国の状態を拒否し主権宣言を行った。1991年ソ連8月クーデターが起こると離党した。同年9月29日から1992年1月まで閣僚会議第一副議長となった。 1992年カバルダ・バルカル共和国大統領選挙に立候補し当選した。1992年にはアブハジア問題をめぐりカバルダ・バルカル国内の対立が先鋭化した。1992年9月24日、首都ナリ地区で野党派の集会が開催され、ココフの大統領辞任と政府総辞職を要求した。9月26日にココフは 成りち市内に非常事態宣言を布告した。10月4日、カバルダ・バルカル政府と野党派は妥協し、抗議集会は中止された。1997年1月12日、99%の支持で再選。2002年1月、80%の支持を得て参戦された。2005年9月16日、健康上の理由で大統領を辞任した。 2005年10月29日、モスクワで死去した。64歳。郷里の爆散デュグルブゲームの墓地に埋葬された。ありがとうございます。